唐川湿原は鳥取県岩美町にある低層湿原。標高370から400メートル前後の約1ヘクタール余りの範囲にいくつかの湿原が散在している。湿原一帯は唐川の柿椿群落として国の天然記念物に指定されている。2012年の航空写真。中央のかよりに 大沢地があり、その上の開けた部分が、柿津畑群落。唐川湿原には野生の柿津畑の大群落があり、例年5月から6月にかけて開花する。江戸時代から武士が愛好していたと伝えられている。柿津畑の群落は、1944年3月7日に、国の天然記念物に指定された。ところが、1978年4月28日に、湿原の周囲に、 ゴルフ場が開設された。工事の中には条例に反するものもあり、鳥取県知事によって、現状回復に変わる措置が行われた。5月12日には、鳥取県が一体を自然環境保全地域に指定した。その後も地元地域から、天然記念物の解除の陳情がなされたこともある。湿原では、水位の状態によって、他にも色々な植物が群落を形成する。 カキツバタのほか、毛悟家、水木帽子、少女バカマ、白根、騒ぎ橋、トキソウ、カサツゲ、イヌツゲ、ヒメシダ、コイヌの花ヒゲなどがある。鳥取平野の東部にある稲葉山では、山頂の北から東に向けて、溶岩大地による高原状の地形が連なっている。ここは、いろいろな川の源流があり、市橋山の再録で、日本海に注ぐ二級河川、 潮見川の源流もある。この辺りでは2万2000から2万1000年前以降に、アイラカルデラに由来するアイラ TN 火山灰が二次堆積した。谷がせき止められたことで、この上に稲葉山の玄武岩が風化して形成された汁と粘土、シルト、土砂礫が積もり、厚いところでは2.5メートルの厚みを持っている。これらは土壌化し、黒色のデータンとなっている。 ここには、大沢地という包みがあり、この下流側で、東西230メートル、南北800メートルのエリアに、いくつかの出現地が見られる。このうち一番大きいものでも0.6ヘクタール、程度であり、出現そのものとしては大きいわけではない。また、柿椿自体が、鳥取県内で珍しいわけではないが、鳥取県では、低炭素の出現がこの程度の標高にあることの方が、 学術的に貴重である。ありがとうございます。